株式会社サンミュージックプロダクションはサンミュージックグループの中核となる芸能事務所の会社。1968年創業。相沢秀貞が出来上がったスターを手掛けるよりも新人を育てたいとの思いから1968年に設立した。相沢が自らスカウトした森田健作を第一号タレントとしてスタッフ二人と共に事業を始める。 社名は、森田のイメージであった、太陽と音楽プロダクションとしての、音楽の英語に由来する。1970年代に入ると、桜田淳子、松田聖子、岡田幸子、早見優などの人気歌手、タレントを輩出し、1980年代頃には、大手芸能プロダクションに成長した。一方、1986年には岡田が突如、当時事務所のあった、 四ツ谷の七階建てビル屋上から飛び降り自殺し、後追いで自殺する若者が多数出るなど世間に大きな影響を与えた。現在も岡田の命日にはファンによる喧嘩と黙祷が行われている。2004年、藍沢は社長職を長男の藍沢正久に譲り、会長に就任した。2007年に創業40周年パーティーが、 創業者の藍沢会長の記事及び芸能生活40周年、記念も兼ねた上で盛大に模様された。かつては、生命判断やドラマの役名等から、タコという芸名をつけることが多かったが、1986年に芸能界入りした、坂井の子以後は、本名のままでデビューするケースも多い。ミュージックという社名だが、古くからお笑いタレントも数多く所属しており、 プロジェクトゲットのセクション名が付けられている。2000年以降のお笑いブームでは、ダンディ・坂の広志小島よしお、杉ちゃんといったピン芸人を数多く輩出した。しかし、これらのタレントは俗に言う一発屋として終わることが非常に多いことから、一発屋製造工場と揶揄されることもあり、事務所自らも使用している。一方、キング・オブ・コントでは、カモメンタル。 ザ・漫才では、エルシャラカーニア三拍子、M-1 グランプリでは、メープル超合金や、ペコパなど、賞ーレースで、決勝進出した芸人も、多くいる。また鳥みゆきや小島よしお、すちゃんも R-1 グランプリで、決勝進出している。2009年7月に、事務所が四谷四丁目の四谷大木小ビルから、サモン町の四谷アネックスに移転。大木ドビルは、 新宿通りの新宿アルタ前と四谷駅の中間地点にあり、報道も多くされたことから、他の事務所から比較すると知名度が高かった。現在地の最寄り駅は四谷三丁目駅である。ありがとうございます。